皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は限定フレーバーの真夏の追いスイカ風味のレビューをしていきたいと思います。ビーレジェンドのね、夏の恒例フレーバーになってきたんじゃないかなと思います。毎年この発売を待ち望んでいただいているお客様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。今年も数量限定で販売しますので、早速味のレビューしていきたいと思います。ゲージ開けますと、この色はこんな感じですね。普通のプロテインの色と変わらない色ではありますが開けた途端にスイカの香りがすごいです。いつも飲んでくださっている方ならわかると思うんですが、今年発売するですね、真夏の追いスイカ風味にはですね、大人の事情で種が入れられませんでした。今年はちょっと種なしスイカになりますので、その辺はちょっとご了承いただけたらなと思います。なのでちょっとフレーバー名がいつもは真夏の追いスイカ風味イソイヤ種も入って種バージョンだったんですけども、ちょっと今回は種なしスイカということで種も入ってなかったねバージョンになっております。ちょっとご了承いただければなと思います。でこちらのプロテイン、お買い求めいただくとこういった赤い袋に入ったスプーンがついてきますので、このスプーンで計量していただきたいと思います。でお水の量はですね、150から 300ml という間でお好きな濃さでお飲みいただければと思うんですが、私は今日は 200ml でいきたいと思います。1食分はこのスプーンすり切り1杯になります。はい、1杯分です。はい、お分かりいただけると思うんですが、水に溶かすとスイカのカラーになってますね。綺麗なピンク色になってると思います。いつも通りですね、ダマも泡立ちもほとんどありません。では早速いただきます。もう夏ですね、これぞって感じですね。もう私もこれを飲むと夏が来たなって感じるようになりました。おいスイカ、はい、おいスイカでした。種なしバージョンにはなってるんですけども、スイカ味の美味しさは変わらず健在っていう感じでしたね。味を例えるならば、スイカの形をしたアイスキャンディーですね。まさにあれの味がします。結構お客様とかでもやってくださってる方多いんですけども、これを水で溶かしてアイスの型とかに入れて凍らせてプロテイン入りのスイカアイスキャンディーを作って食べてくださってる方たくさんいらっしゃいます。そうするとまさにもう誰もが知ってるアイスキャンディーの味が、しかもプロテインがしっかり入ってる状態で再現することができるので、とってもいい追いスイカ風味のアレンジ方法だなと思ってます。正直そのスイカ味ってイメージしづらいと思うんですけど、特にその甘ったるすぎず、かといってこう酸っぱい系のさっぱり風味っていう酸味が強いような飲みづらさもないので、誰にでも飲みやすい味付けになってるんじゃないかなと思います。で気になるこちらの栄養価なんですけども、1食 29g あたりエネルギー量が 115kcal、 タンパク質が 21.1g、脂質が 1.1g、 炭水化物が 4.1g、 食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 41.3mg、 ビタミン B6 が 1.0mg となっております。いつものビーレジェンドプロテインと変わらないスペックでこの美味しさとなっております。この真夏の追いスイカ風味はですね、数量限定となっておりますので、今年も発売を待ち望んでたよってお客様も、この動画を見て飲んでみたいなと思っていただいたお客様もぜひお早めにチェックしていただきたいなと思います。今年も早期完売が予想されておりますので、お買い逃しのないようにチェックしてください。では本日は真夏の追いスイカ風味のレビューをさせていただきました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。